さん本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか？仕事？俺は。俺は証券マンや。ああ、道理で。だからこんな。足がパンパンにむくんでるんですね。え、なんでそう思うんや？だって証券会社の人って朝から晩まで取引してる間ずっと立ちっぱなしなんでしょ？実はすごい肉体労働なんだって。ああせや。なんや、よう知ってるな。ずっと同じ姿勢でいると血の巡りが悪くなっちゃいますから、定期的に屈伸とかするといいですよ。そうか。私、お客さんから仕事のこととか町のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。If I keep quiet, she'll just keep asking questions. This is my chance to turn the tables and get some info from her. ここの店長ってのはどないな人なんや？店長ですか。そうですね。なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おい、さすがに笑えんで。Sounds like Makoto Makimura saved this girl too, same as Akko. Guess I'm just gonna have to meet this fella in person and see for myself. If I keep quiet, she'll just keep asking questions. This is my chance to turn the tables. ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね。展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは
何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点、姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。He's been pretty grateful toward him. Who is this guy? お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ店長。え、いやー参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ。そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリーっとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。ハエをドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。
どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。This guy's big. ずいぶん余裕やな。オウミの鉄砲玉がなんか知らんが、マトの店で気抜いとるようなトシロの殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ、うりゃ。マッシブマン。This guy is strong. Nice.This thing blocks so well compared to normal attacks. Nice.ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。よっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん？リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。
兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。くれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよあよいかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。 What a plot twist again.Wow. 死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。お、やったれ。逃がさへんで。Ouch.Ouch! It killed me with three shots. What is this? Okay, I think I'm gonna have to change to the under spin breakdance. I don't think there's another way.Almost dead. Just a few more attacks. Ouch. Oh, he shot me. But that was not too bad. Not too much damage that he did. Nice. 3 million from this one fight. Very nice. Crap, which way did us take the girl? There. I don't know what their endgame is, but getting her away from this them is priority one. You guys aren't going anywhere. I can upgrade my skills.Where is it? Abilities? Yes. So Breaker, I wanna upgrade my health here. 400,000, not too bad. And 2 million as well. And now I wanted to upgrade Slugger, but that is expensive. Oh, 2 million for Slugger here, 2 million here. Okay, can't do anything here though.For a while at least. Alright, let's continue.
追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、構えん、ぶっ殺したれや。 I don't see a gun. That means I can change to my style. No, this one.Leave her alone. Damn. おい、立てるか。その声、さっきのお客さんですか？あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで、すぐに仲間が駆けつける。サカイ、しつこいの。説明後や、とにかくここを離れるで。クソ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったで。Escort battle. If your pursuers spot you in your car, you'll have to fight to protect Makoto. Approach groups of people standing in the streets and press A to blend and hide yourself. Places you can hide are marked on your map with that mark. And I have to fight off pursuers. Okay, let's go. Igre.Let's wait here. Okay. Let's go. Alright. What is this? Check. Hibiki Otsuki. Taipei card.Let's go. Gotta wait here. なんなの？一体どうなって？おとなしくしとれ、また襲われるで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。Let's go. 最近付き合い悪ない？なんで急にこんなことに？Which way now? まずは連中を任んと。 Does it show? No, I guess there. どうしたの？ちょっと待っとれ。No. Let's keep going. How far can I go? I won't be able to reach the other place. I'll have to stay here. And I'll let them pass.Okay, I'll have to go around at the same time as they turn around. No. Yes, you could.
Let's go. こっちやで。Go. Nice.ほな行くぜ。もう行ったの？ああ。 Go。 ねえ、ちょっとどこまで走るの？ちょっと黙っとれ。見つかったか。面倒やな。ああ、 Sad。 They saw me。 That's okay。 Can't winEvery stealth fight. What is he doing? Leave alone. Like, come on, she's my girl.よし、行くで。こっち行くぜ。見つかった。I could have gone like this. Not much I can do. There's two groups. Is he gonna be full health again? Or is she half health again? Wonder. Is she half health? Okay, I have to be careful now. Alright, 200k. Good enough. Yes, you can. Okay, we can. Can we not go this way? Okay. There should be a shortcut if I go like this. Gotta protect her, that's all. What do you think you're doing, bro? There we go. She's gonna almost die. Wait, let's go. Another fight. こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。I'm gonna fail here. If they touch her, I gotta stay next to her and just attack everyone next. Okay, that was close. ねえ、もう大丈夫なの？待て、もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし、行くで。Okay, what now? How do I go? I have to go through the bridge. But I gotta be careful.Is this guy just gonna be watching? Okay. Here, then. ついてこいや。Go. こっちや。あいつ。見つかってしまった。How did he spot me? Not much I can do now. Just gotta run. やっと見つけたわ。
leave my target alone. One more fight. And die! There we go. Igu de, tsuite koi. Another fight? This looks like a boss. Ksu, kochi agan. Kochi ya, kaidan oriru de. んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで。I can't risk any more stars with her. If she falls and gets hurt, we're up shit creek. Oh. おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。But isn't there like my house right here? Or actually, that's where I'm going, right? Right here.あとはここを突っ切れば、やつらを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前は、ここでじっとしとけ。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて、連れて行かせてもらう。ははははは、You think, bro? You think? Watch this.Die. 1 million. That's good. お前ら何もいや、え？なんであの女狙うとる？お前そんなことも知らんと、あの女を。どうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっそ。
ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？おい、何を？心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に？ああ。どうしてこんなことに。No, you won't. Nuh-uh, not happening. No chance. But that's 3 million. I got 9.5 million monies now. 始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。Looks like we'll be playing this Kiryu again. その僅かな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。Save. Chapter 5, An Honest Living. それで結局、立花不動産と手を組んだってことか。ああ。とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。ま、そこも堅気には思えねえけど。なあ。そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ
橘が札に鼻薬効かせてる。完全に操作止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり橘ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が肩着の仕事するって？ああ。小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああお前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。 Alright, let's get a new suit. Finally.待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。 Okay, time to buy some civilian clothes. But first, let me save this. And I'm gonna take a break, so I'll see you all next time.